どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレを使いましてどんどん音楽ができますよということで日々簡単レッスンをアップロードしております。今日もレッスン始めていきますよ。本日は G ラボのブラックビューティーウクレレとシンプル簡単バージョンで初めてウクレレを使いましてレッスンしていきます。この初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからチェックしてみてください。さあ皆さん、この本が出版されました。嬉しい。ソングブック5でございます。さあ皆さん、今ね大好評で発売中でございます。チェックよろしくお願いします。はい、この本の出版を記念したイベントが7月23日第1弾として博多の HMV&BOOKS で開催です。どなたでも参加できる無料イベントとなってますから、皆さんウクレレ持ってきて集まってください。セッションしましょう。セッションやる曲、この7月23日この曲をやることにもう決まっております。というのもね、この本の中に入ってる曲なんですよ。はい、これを見ながらね、当日みんなウクレレでセッションして、あといろいろ我が質問に答えたりだとか、ガズのいい話、面白い話たくさん山盛り、無料ですからね。はい、でこのね、博多の HMV&BOOKS さんで本を購入していただいた方は前の方にある椅子の席に座って、数に限りはあるんですけど、ガズさんのサインを、もらえるよというチケットでゲットできますんで、電話注文もできると思いますので、ぜひですね、博多の HMV&BOOKS で、本をゲットしていただくといいことあります。まあまあ、どなたでも参加できるんでね、もうそんな気にせずにお気軽に、来てください。その次は8月8日渋谷の HMV で同じような誰でも参加できるようなイベントあります。まあおいおい告知していきますが、まずは今度の日曜日、博多に集まってください。ということで今日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスン曲はね、いい曲いきます。はい、ドーン、こちら椎名林檎さんの歌舞伎町の女王、この曲です。これはですね、椎名林檎さん1998年にリリース、渋谷系というふうに言われているものが、ね、前世紀だった頃、新宿系というジャンルを確立した、怪しいんですよね。怪しくてセクシーでちょっとこう変な感じ。それがたまらないんです。で、これはね、椎名林檎さんを代表する一曲ということで、まあ、この有名曲ですから、ガズレレ YouTube でもね、かなり初期の頃に取り上げてて、2018年に一回取り上げてました。今見るとね、もうちょっとこう深いところまで行きたいなということで、今回2023年改訂版として、さらにわかりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって再登場。気持ちを込めて歌っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはあの怪しいフレーズも完全再現、楽しくなってますよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。はい、そこで練習してもらって、どんどん自分の手でね、楽しい音楽を生み出して映画を作っていきましょう。さあ今日のレッスン入っていきましょう。椎名林檎さんの歌舞伎町の女王、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。
やからはこの街で娘のあたしが情報せーの椎名林檎さんの歌舞伎町の女王ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。あの怪しくて妖艶でなんかこうセクシーでなんかいけない感じっていうかね、すごい世界観、歌詞を読んだだけでもこの小説を読んでるような素晴らしいことです。もちろん今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けしてます。これ本来2番はですね、転調といってこうキーが変わるんですけど、それをやるとですね超難しくなるので、まあひとまず1番を全部普通にやった後にもうラストのサビの応酬のところをこう取り上げているということでございますね。まずこのバージョンで練習してください。で慣れてきたらちょっと転調は難しいにしても2番の歌詞を書き足してコードを1番のコード進行でやると、一応フルコーラス転調なしバージョンだったらできると思います。まずね、それをちょっとまあもうその大元になるのが今のね、ガズレレ簡単アレンジバージョンなんで、ぜひやってみてください。まずね1個目のゴール設定としては、あのガズさんのね動画ってあの歌詞とコードが表記されてますから、まずそれで練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズレレ YouTube の今のシンプル簡単バージョンのガズの演奏と一緒にできるのを目標にしましょう。これはなかなかね結構あの奥が深い曲ですけど、ゆっくりやればねできると思います。やってみてください。一緒にできるようになったよという方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記っていうのはちょっと難しいでしょうから、まずは楽譜を見て、楽譜見ながら何回も何回も何回も練習していくうちにもう覚えちゃって、いずれはこのセミの声を聞くたびに、このセミの声を聞きながらこの歌を暑い夏に歌う、最高だと思います。はい、そこを目指したいんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。ガズさんの手書きのノートに、書いた楽譜を今見ながら演奏していったんですけど、今日から37冊目のノートに突入しております。はい、はい、こんな感じで、はい、今日から始まったよって書いてあります。はい、まずだから1ページ目にこの改訂版のね、はい、歌舞伎町の女王さんがこういるわけですけども、はい、これを見ながら今演奏していきました。これもうちょっとしたらこんな風にカメラに大きくして、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス始まってます。これガズクラブっていうサービスをあの始めております。これ一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の、手書き楽譜リストのストックのがあるんですよ。山盛り。その中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版歌舞伎町の女王、椎名林檎さんのもう名曲中の名曲ですね。もうセカンドシングルですから、かなり初期の頃の曲でございます。はい、イントロなんですけど、はい、シンプル簡単バージョン Am Am ってなったんです。ここ見てください。かっこいいバージョンでここでフレーズを弾きます。このね不思議なこのね2とか矢印1とか0とか、これはね後でしっかり解説してきますんで安心してください。かっこいいバージョンでこのフレーズを再現します。でここから歌が始まっていくわけですけど、この辺はねちょっと歌の言葉の乗せ方がですね、ここ息継ぐ息する
議する暇がないぐらい言葉詰まってますからね。この辺が面白いところでございます。ノリノリでやっぱこの曲やっぱロックですからね、ドライブ感満載で歌うのがキーポイントかと思います。はい、こうやって映しておくので、お時間ある方は、これを書いてノートに書き出してゆっくり練習していってください。そしてですね、今ね紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きノートを、ダウンロードしてご活用いただくのも超有効です。ちょっとガズのノートの特徴を紹介します。ここ V があったり、この言葉の上にこの点があったり、これするじゃないですか。これでリズムが分かるようになってます。ちょっとやってみましょうか。 1,2,3,4、 セミの声を聞くたびに目に浮かぶかぶくじゅくり、こんな感じで、これでですねリズムが分かる。あと歌詞カードには載ってない、こういうところにね伸ばすところがあるよとかいうのが分かりやすいと思いますね。はい、これかなりねお役立ちになる、お役立ちいただけるノートだと思うんでね、ぜひガズクラブに加入していただいて、この楽譜をご活用いただくのもおすすめでございます。お時間ある方はこの通りに書いていってください。ここにこうやって不意に入ってくる矢印。これシンコペーションといってかっこいいバージョンでこう食い込んでいくリズムやってます。後で解説します。まずここ1、2。うい。そしてここ行きましょうか。で、サビですね。これがね、いい感じで。これ、下にくるっと囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードでございます。ここもちょっと決めが入ったりします。後で解説しますね。はい。で、ここやったら、ここ間奏は Am 4つ分だから、イントロと同じ間奏を入れますと。そして、本来だとここから2番が転調して始まるんですけど、ガズレレでは簡単アレンジバージョン。ここも最後のサビの応酬に行きますと。はい。コード進行は、ここの最初のサビと同じなんですけど、歌詞がどんどん、メロディーも若干変わってきますということですね。はい。で、ここ、ツタタタとかね、かっこいいバージョンでは、ちょっと盛り上がってるところいろいろやるんで、これも解説していきますが、はい。ここのラストのところね。はい。で、ここもまた最後、こう、Am で、イントロと同じ感想が入って、で、ここの最後のね、怪しいところ、こう、今夜からはこうの街でのところで、ここ、かっこいいバージョンでは、ここに Am7 というコードを一発入れて怪しさを出していきます。これ、簡単バージョンは Am で押しっぱなしですね。はい、すでにこんな感じで終わっていくよ、というふうなのがガズレレ、簡単アレンジバージョンでございました。出てくるコード見ていきましょう。ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、この赤く囲ってるやつは後半出てくるかっこいいバージョンで出てくるコードなので、ひとまず隠しておくと、今やったらね、コード5個でした。入門コード5個すごくない？言っていきます。Am と E7 と F と Dm と C7。たったコード5つでしたよ、この曲。これは希望が持ってます。超簡単コードだから今映ってるの。見たらわかると思うけどね。はい。今映ってるこの5つのコードは、ガズレレではもうおなじみ超簡単コードのグループ、これになります。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと頭がごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこともりもりでございます。はい、それではね、かっこいいバージョンの解説入っていく前にね、この曲やっぱり歌のタイミングが結構ですね、聞くとやるとじゃ大違いで、結構面白いです。15になった私を、このかっこいいバージョンではシンコペーションといってリズムがドンと前に来るリズムとシンクロする歌が多いんですね。そこの引っかかりっていうかがね、かっこいいんですよ。すごいドライブ感があるの。なんでそこら辺はですね、ちょっと椎名林檎さんの曲音源をですね、すごい聞いてもらってね、言葉のタイミングのこの絶妙なポイントがね、すごいね、かっこよくてセクシーで、なんともね、こう魅力的なんですよね。この、歌い方というか、ちょっとこう、スンとした感じっていうかね、なんかそういうのがね、なんかこうキュンとくるんですよ。まあ歌、やっぱりね、弾き語り実は歌中心ですから、よく聞き込んでこの雰囲気掴んで、かっこいいバージョン取り組んでいきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。コードがね、3つ追加されますね。まず1個目、Gm7 というコードをちょっと使ってみたいと思います。これはね、まあサビと言われるところ出てくるんですけど、押さえましょう。こことこことここなんですね。なんで、押さえ方としては、こうやって押さえて、ちょい。ここ寝かせないとですよ。1弦と2弦の1フレット2つ、人差し指で押さえて、3弦の2フレットを、中指で立てて押さえる。これが一応典型的な押さえ方だと思います。はい。で、人によってはこれがね、反らないっていう方がいるんで、そういう方はこうやって押さえたり、こうやって押さえたり。で、Gm7 の押さえ方は結構質問が多いコードなんで、Gm7 だけを徹底的に解説している動画があるんで、概要欄にね、貼っておきますわ。Gm7 やってみてください。でね、これ Gm7 じゃなくて、Gm というコードでも、全然問題ないんですよ。だって、こっちのは押さえやすいという方は、こことこことここですからね。これでもいいです。どちらでも、雰囲気が、押さえやすい方でいいと思うんですね。これね、Gm でも Gm7 でも、
ね、響きとしてはなんかすごくクールでかっこいいんで、はい、一応これも紹介しておきます。今回のかっこいいバージョンは Gm7 で、ガズさんは、プレイしてみようと思います。はい、次 C アドナインス、ほんとこれ一瞬1秒もない決めで出てくるんですけど、 C 押さえといて4弦の1フレット、これ一瞬ですからね、びっくりしますから、ほんと一瞬すぎて、これだからもう困っちゃう。はい、簡単でしょ、これ一瞬入れていきましょうと。で、もう一個、これも一瞬なんですよ。エンディングで、本当に一瞬怪しくなる、Am7 というコードを、弾こうと思います。どうやって押さえるかというと、押さえる場所、こことこことここと言うんですよ。1フレット 1弦から4弦まで全部ビシッと押さえるんですよ。これ制覇とかバレエとか言うんですけど、これね、なかなか押さえられないと思う。ちょっとやってみて、こうやって押して、こうなっちゃわない？はい。なんですけど、このコードはちょっと裏技があって、指一本だけなんで、この余ってるこの中指とか薬指で僕何本もで押さえるんですよ。ギューッと。三人がかりで、ほら、今三人がかり、二人がかりぐらいでもういけると思います。ね？これなんとかいけるでしょ。で、これ、最後のエンディングのところで出てくる怪しいコードなんですよ。ちょっとやってみてさ、そこだけ。宮川この街って、怪しいでしょ。はい。ここだけですか、出てくる。ちょっとこれやってみてください。はい、このコードを使って、かっこいいバージョンやっていこうと思います。じゃあリズムですね。今日出てくるリズムはね、シンプルです。ドン、8ビートのチャ、ですね。あとイントロのところでちょっと8ビートっぽい要素が出てくるんですけど、3連の8ビートというかね、まあフレーズなんで、まあちょっとこれはまあまあいいとして、まあ基本的にはもう8ビートのチャですね。はい、この今映ってる8ビートのチャの弾き方は概要欄に貼ってあります。ウクレレでできるリズムのいろいろというところの中に8ビートのチャの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、やったことない方はやってみてください。どんなリズムかちょっと Am で弾いてみます。 1,2,3,4このドン、チャッドン、このっていう音がこのドライブ感を出すわけです。打楽器をね、弦楽器って打楽器じゃないのに打楽器の要素を加えてるわけです。チャッドン、はい、これはぜひぜひあのガズレレでも最もね使われているリズムの一つなんで、8ビートのチャーマスターしてほしいと思います。なんでそういう意味ではね、結構今日はあのリズム取り組みやすいと思います。で、今日シンコペーションというマークでリズムがズコンと前に食い込んでくるよということなんですけど、まあこれをちょっと最初に説明させてもらって、いきなりですけどイントロのフレーズの解説に行こうと思います。これね、ちょっといろいろ説明の仕方迷ったんですけど、4弦に注目してください。リズムと4弦の僕の手見てもらって、このテロップを見てもらうと分かるけど、4弦の2101みたいな感じで書いてあります。矢印が入ってて、ちょっとやってみます。イントロ、1,2,3,4、かっこよくないですか、この怪しさ、これを表現したいんです。これでもね、やってることは結構簡単で、4弦でちょっと見てて、いきますよ。2,2,1,0,1,1,2,2,1,0,1,1っていう風に指を動かしているだけ。あと全部開放弦弾いてるんですよね。はい、これ要はリズムですね。難しいのはちょっとリズムの練習してみましょう。ちょっとしばらく繰り返します。1,2,3,4,2,2,1アップ0,1アップ1の時にアップ1,0,1、はい、2,2,1,0,1、わかる？1でアップ、2,1,0,1アップ、はい、もうちょっと、これいけるんじゃないですかね。だから右手はダンダンダ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 ンでずーっと弾いてるだけですね。これね、全部弾いてるから疾走ベートみたいな感じかな。ダンダンダ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 ンダ、これ口で言いながら練習するといいと思います。これはだからあんまり難しく考えずに、この4弦の2,2,1,0,1,1,2,2,1,0,1、これをなんかイメージするといいかもしれません。これがイントロと途中の間奏と最後の一番最後のエンディングの前3箇所出てきますからね。はい。で、問題なのが普通のところは普通のというか A メロとか1番2番とかサビはですね、8ビートのチャのリズムじゃないですか。そことこのリズムの切り替わるときにちょっと注意が必要っていうことですけど、まあ同じ8ビートの仲間なんで、いけると思います。で、さっきも言ったけど、この曲の中でもシンコペーションのマークいっぱい出てきます。例えばですね、サビ行ってみましょうか。サビはね、15になったらやろうと思うんですけど、コードもね、いきなり Gm7 に変わってますからね。ちょっとやってみましょう。せーの、3。15になった。あー、確かに。今の分かったらドーンと食い込んだでしょ。もう一回。せーの、3。15になった。
た水分ね、ドーンと食い込んだ。この次キメが入ります。おいでじょーは消えた、バーン。ここで C アドナイス一発。ちょっとね不思議な響きがあるんですよこれはね。まあできたら入れてもらうとかっこいいかな。ちょっとその15になったからもう一回ゆっくりやってみます。1 2 3 15になった、ドーンと C を置いて、ドここもドーンとはい、ここ決め毎週みたいな、シンコペーション。ここほんと一瞬の決めなんでね、やってみてください。でその後ちょっとやってみますわ。毎週金曜日に来てた男と、ここでツタタタ。はい、このツタタタっていうのは一回チャを引いといて、チャッパッパッパーですね。一瞬ですけどちょっとドラムのおかずみたいな感じで、チャタタタをやった後また前奏で出てきたあの怪しいフレーズに入ります。毎週金曜日から、せーの、はい。毎週金曜日に来てた男とクラスのダーリン、サンナ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 ン。はい、この切り替わりがちょっと難しい。男とクラスのダーリン210。はい、この切り替えでリズムがちょっとこう変わらないように同じグルーブの中でいられるようにするのがいいと思いますと。はい、そしてですね、この後、感想の後ラストの、サビの繰り返しになるんですけど、1回目のサビと違うところとかいろいろツタタタとかいろいろ盛り上がるとか盛りだくさんなんですよ。これはですね、きっとですね、歌メロもちょっと違います。JR 新宿駅のとか、こんな風になってる。その辺はよく聞いてもらってですね、動画見てもらったらね、この、タタタタとか、この矢印マークとか、シンコペーションのマークでね、ご理解していただけると思いますね。で、最後その最後のラストのサビの押しを終えて、最後のエンディング、ここはちょっとね、見てくださいね。さっきもやったけど、今夜からはこの街で、ここで、さっきやった。はい。Am7。これね、一本指でもいいし、これ、ね、二人がかり、三人がかりでもいいですよ。で、この後、娘のあたしが女王って不思議なメロディーで終わるという。なんとも、このなんか、小説を一冊読み終わったみたいな、この感覚、味わってください。だから歌詞を、まあ読んでね、まあ読まなくても、これ歌ってるだけで情景を思い浮かんでくるような曲ですからね。なんか、すげえなーっていう感じですよ、本当に。なんかだからそういうなんか映画を見てるような、その世界に入っていくような気分でやるのがいいんじゃないかなと思います。さあ、それでやっていきましょう。歌舞伎町の女王、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3、4。椎名林檎さんのもう名曲ですけれども、かっこいいバージョンやってみました。この怪しげな魅力たまりません。そして今日はやっぱロックの
ちょっとこうワイルドな感じもやっぱりすごい感じられるし、もう体の8ビートなんでね、乗りやすい、弾きやすいと思いますね。シンコペーションが心地いい。はい、じっくり取り組んでいきましょう。さあ、さっきもお伝えしましたけど、このオレンジ色の本のが出版になったよ。ありがとう。はい、発売がなりました。ぜひチェックよろしくお願いします。で、このイベントね、来てくださいね。まずは、今週の日曜日の7月23日、博多 HMV&BOOKS で、誰でも参加できますからね、16時に。ウクレレ持って集まれ、課題曲がこれだよ。チェックよろしくお願いします。概要欄に貼っとくからね。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでいる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ、G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに写ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。